どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあこのガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでどんどん音楽できちゃうよということで、日々簡単レッスン動画を公開しております。今日もモリモリ始めていきますよ。さあ本日のレッスン動画はこの曲です。ドン、キヨシ、この夜、サイレントナイト。クリスマスシーズンもあとちょっとでございます。今から練習したらもうすぐできるようになります。初心者さんにも超おすすめで、やっぱり今ちょっと練習したい曲ですよね。でこの曲ちょっと注意点が2点あります。まず3拍子の曲ですよということです。 1,2,3 1,2,3 ということで、こんな風にワンブロック CC って書いてあったら 1,2,3 1,2,3 という風に3回弾く3拍子だぞと覚えておいてください。これ聞いてもらったらすぐ分かると思いますけどね。はい。それがワンポイントで、あともう一個ですね、この曲は、当然この有名曲ですから、ガズレレ YouTube チャンネルで過去に1回取り上げております。で、今回ね、久しぶりにこの改訂版なんですけど、歌詞がですね、いろんなバージョンがあるんですよ、これ。清子の夜日本語バージョンはね、例えば、ここですね、スクイーのみ以降は、マブネーの中に、今回はこれでやろうと思うんです。前回やった時は、ミーハハの胸にとか、これね、歌詞がですね、Google とか検索してもらうと分かるんですけど、それぞれ全然違ったりなんかするんですよね。で、今回は、かつてやった2018年の歌詞とちょっと違うバージョンであえてやってみようかなというふうに思います。その以前やったね、2018年なんてもう6年とか5、な、そのぐらいの前なんですけど、今回かなりね、いい感じにパワーアップしてますんで、改訂版2023年パワーアップバージョンでお届けしていきたいと思います。さあ、本日はね、Gラボのこのブラックビューティーウクレレとシンプル簡単バージョンでこの初めてウクレレ使ってレッスンスタート していくんですけど、今この G ラボのウクレレたち、いつも使ってるウクレレたち、ただいま大好評販売と予約受付期間真っ最中の期間でございます。本当にいいウクレレでね、まあ皆さんこれ動画見てもらってる方分かってるくださると思うんですけど、ぜひラインナップとかいろいろどんなウクレレか確認してもらいたいんで、概要欄にね詳しく載ってるページ URL シェアしとくんで見ておいてください。さあ、いつものように2バージョンでいきます。まず最初は初心者さんでもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやっていきます。今日はコード4つだけなんでね、これ初心者さんぜひ取り組んでみてください。後半はかっこいいバージョンです。かっこいいバージョンではやっぱりリズムですね。ちょっとねこのかっこいいバージョンで弾けるようになるとね、かなりねこう奥深さが増していきますんで、ぜひトライしてみてください。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。今のところでちょっとだけお勉強するだけで、これから今まで聴いていた音楽が今度自分でできるようになるというね、素晴らしい体験が待っていますよ。はい。そしたらですね、今日のレッスン入っていきましょう。清子の夜、サイレントナイト。日本語バージョンで、まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンをゆっくりとやってみる。1、2、3、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 
街は
ーの、よし、この夜ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いかがだったでしょうか。これゆっくりやるとですね、いいでしょ。3拍子 1,2,3 1,2,3、 このリズムはあの多分あんまり意識しなくてもこの曲ね、あの聞いたことあるからね、なんかあこれって3拍子の曲だったんだって後から知るパターンかもしれないですけど、言われてみればあの3回弾きだったでしょ。はい、これをゆっくりやってみてください。で、歌詞なんですけど、さっきも言ったようにですね、その人が歌ってきた歌詞ともしかしてちょっと違うかもしれないですけど、そこはご自身で変えてもらってですね、あの取り組んでみてください。で、本当は3番まであるんですけど、ちょっとね、ガズレレでは1番と2番をやって終わったよというショートアレンジになっております。コード進行全く一緒ですから、全部やりたい方コード書いてですね、自分で楽譜作ってトライしてみてください。まずはですね、ガズレレ YouTube の動画見てもらうと分かると思うんですけど、歌詞とコードが画面に出てますんで、それに合わせてウクレレ練習してください。1個目のゴール設定としては、今やったガズレレの簡単バージョンの動画に合わせてできたら1個目のゴール達成です。これ結構できると思いますよ。はい、ゆっくりやってみてください。はい、できるようになった方、次のステップどんどん行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人で歌ってリズムを見て音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを丸暗記するのはやっぱりちょっとハードル高いと思うんで、楽譜練習がいいですよね。楽譜を何回も何回も見て覚えちゃって、クリスマスパーティーで歌う、なんかこうね、夜のこうしんしんと雪が降り積もる中これ歌うみたいなの素敵だなと思うんですけど、とはいえ最初は楽譜練習というけど、でも楽譜って一体どこにあるんですかってことだと思いますが、安心してください。今の演奏はですね、見てください、ガズさんのこのね、ノート、手書きで書いたこのね、ノート楽譜を今見ながら演奏していったんですね。もうちょっとしたらカメラにこんな風に大きく映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいよってシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス、これが始まってます。このガズクラブ、このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた清志この夜を含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきたもう膨大な山のような楽譜の中から、毎月5曲お手元にデジタルデータでダウンロードして即練習開始できるという画期的な、サービスなんでございますけれども、このね、ガズクラブは楽譜のダウンロードだけじゃなくて、毎月2回、行われている、メンバーだけが参加できる、全世界から参加がある大セッション大会、ガズ音が行われておりましたりとか、あとはね、メンバーさんだけが参加できる、Facebook の非公開ページがあって、皆さんの演奏動画をアップロードしたり、もうワイワイいろいろ楽しいコミュニケーションやってます。ぜひチェックしてみてください。で、このね、ガズクラブとはちょっと違うんですけども、ガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは、YouTube メンバーシッププログラムというやつでですね、こっちはなんと毎週2回のライブ配信による濃厚講義でございます。テーマ曲を決めて深掘るとか、質問があったらもうチャットでも全部こう答えていったりとかする、なかなかのもんですけど、大学なんで、ね、16ビートとかカッティングとか練習されてる方が入ってくるとすごく面白いです。過去のレッスンも全て見放題になってますね。これ面白いコンテンツ、ぜひ、チェックしてみてください。で、あと7時半からね、朝の、ラジオ配信してます。ガズラジです。 YouTube のガズラジという別のチャンネルでも、いい話をしてますよ。ウクレレとか音楽とかいろんなことにまつわるいい話、ぜひ聞いてみてください。無料です。はい、それ今言ったこのね、3つのこと概要欄に詳しく、リンク貼ってますんで、ぜひご覧になってください。じゃあ楽譜を見ていきましょう。2023年改訂版のきよしこの夜サイレントナイト、入門コード4つで3拍子の曲ですということでございます。はい、ここイントロですね。だからてん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 伸ばす。こんな感じですね。キーヨシってなっています。はい。これはまあすげえシンプルなんで、もうね、いいと思いますけどですね。ぜひこれを見て書いてもらいたいんですけど、はい。一時停止で皆さん書いていってください。で、今紹介させてもらったガズクラブで、このガズの手書きのノートをダウンロードしてもらうのすごく有効です。見てもらうと上に点が書いてあります。これでリズムが変わります。キーヨシタンタン。この夜、タンタンみたいな感じ。まあでもこれリズムはわかると思いますけどね。でもあんまりこう歌い慣れないリズムになるときに、歌詞になるときにこういうのがちょっとガイドになるかなというふうに思いますんでね。ぜひちょっとご活用ください。こうやって映しとくんで、一時停止で時間ある方は書いてくださいということですね。いいかな。で、2番なんですけど、1番とコード進行全く一緒なんですね。で、歌詞だけが変わるんで、ちょっとこのワンブロックをちっちゃくしたショートサイズで書いております。はい。清志この夜に、ね、こんな感じですよ。はい。こうやって写しておくので、一時停止で書いていってください。いいかな。おい、OK。で、出てくるコードはさっきから言ってるの。C と Am、F、G、嬉しい。これはですね、初心者さんがもうウクレレ習ったその日に覚える入門コード4つですからね。やったー、嬉しいぜ。これ一応おさらいしときますか。はい。じゃあ C は、ここです。一番下の3番目。はい。覚え方は下1本。Am は上の2番目。これ1個だけ。上1本。で、F は斜め。
斜めなんですよ、これ F はね。指立ててくださいよ。G7 は人差し指 F のままこれ残してこれ下げて、こことこういう風に、今これくるっと回転させます。F を押さえた後 G7 だと。これ人差し指を離さずに回転させてこう、押さえる場所はこことこことここだから、正三角形だよ。三角形って覚えてください。下一本が C、上一本が A マイナー、F が斜め、G7 は三角形、こうやって覚えるといいよということで、まあ超基本なんで、これはもうね、いけますとも。いけます。ゆっくり、心込めて歌って、練習して、クリスマスには弾けるようになります。やったということでございますけれど。はい。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていきましょう。かっこいいバージョンはですね、出てくるコードとかも全部一緒です。唯一弾き方をですね、今回ちょっとね、いい感じの弾き方です。こちらです。ドーン。三拍子のアルベジオ。この弾き方でいってみようと思います。これはですね、ちょっとこの動画で解説しようかなと思います。まずですね、今この数字を出しますわ。これね、最初1音って同時に書いてあって3、2、3って書いてあるじゃないですか。これ何かというと弦なんですね。ウクレレの弦ってこっちが1弦、地面に近い方が1弦、2弦、3弦、4弦、自分に近い方が4弦なんですね。でこれ例えば C を押さえるじゃないですか。最初に1弦と4弦を弾いてねってことを言ってるんですよ。この数字はですね、右手の話です。1弦と4弦を同時にちょーんと弾いた後に、次3って書いてあるから3弦、次2弦、2って書いてあるから2弦、次また3って書いてあるから3弦、その後1って書いてあるから1弦を書いていきます。これを流れに乗ってやるとこうなります。1-4-3-2-3-1 1-4-3-2-3-1 キヨシ、こんな弾き方ですね。いいでしょ。これ今まではキヨ1-2-3だったのがかっこいいバージョンだ。今の弾き方なんです。キヨ1-4-3-2-1 1-4-3-2-3-1 コードが変わっても1-2-3-2-1 1-4-3-2-3-1 1-4-3-2-3-1 はい、いいでしょ。これでね、急にこうしっとり穏やかなこういう気分になるんですよ。この心をこう清めるみたいな、そんな感じになりましょう。テンポンパンポンパン、ちょっと練習してみましょうか。 C で、せーの、はい、1-4-3-2-3-1。これが三拍子のアルペジオ。といってもこれ、清志この夜にはこれがいいかなと思われます。1-4-3-2-3-1。これ1で、バーン、伸ばすのがちょっとポイントになります。ダーン、パンと G7 行くと、足は C に戻る。こんな感じで、淡々とずっとです。で、たまに、親指でこう伸ばすっていうところ、伸ばして、はい、みたいな感じでいきましょうと。これ、結構いいですよ。三拍子のアルペジオ。つまびくだけで、やっぱり本当、なんかこう、神々しい感じが出せるようになるといいかなと思うんですよね。まぁ、ちょっと慣れないリズムで三拍子で歌いながらこれやると、最初やっぱ初心者の人ちょっとね、難しいかもしれない。まずは基本的にやっぱアルペジオの指使いが、基本がね、こういうのはできてないとあれなんですね。このアルペジオの弾き方だけ、解説動画だけ、概要欄に貼っときますね。概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろというところに、アルペジオの基本載ってますね。ちょっとそこを見てもらってですね、なんか、ヒントがあると思いますので、やってみてください。ということでございます。あとは、テンポはね、ゆっくりでいいですよ。すごくゆっくりで。ゆっくりで、なんていうのかな、本当に、まあ、心を込めて歌う。感謝ですね。感謝。感謝と心を込めて、こう、クリスマスのこの、なんていうのかな、落ち着いたクリスマスソングですよね。他のクリスマスって結構ジングルベルとかね、赤鼻との元気がいいっていうところです。ここはなんかこうちょっと落ち着いた感じでやってみたいと思うんですけど、あ、そうだ、言い忘れてたんですけど、クリスマスソングガズレレでめちゃめちゃ取り上げてるんですよ。概要欄にクリスマスソングまとめてるページ、ガズレレッスンのね、ページまとめてるページが貼ってあるんで、そっちも見ておいてくださいね。ということで、やっていきましょう。きよしこの夜サイレントナイトガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる!1、2、3。Down, down, 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 down. Kiyoshi, kono yoru, hoshi wa
サイレントナイトガズレレレかっこいいバージョンやってみました。やっぱりいいですね。この季節になるとこれね、お店とか行ってもこういう曲って流れてきて、なんかあー冬だなーっていうかね、あークリスマスだなーっていうことを感じ、これそれを今度自分でこれプレイするわけですから、ぜひゆっくりこれね、まあズバリ言っちゃうと簡単な曲ですから、こういう曲を思いっきり自分に染み込ませて季節の中で歌っていく、おすすめでございます。皆さんぜひトライしてみてください。さあお知らせなんですけど、今も言ったように G ラブの遅れたち、ただいま大好評で販売受付期間中ですよ。そしてあとね、この本がリリースされます。これソングブックシリーズというガズレレで大ヒット商品があるんですけど、それをですね、新たにもう一回ちょっと編集し直して、面白いパワーアップバージョンになっております。青い本はソングブック1、2が一冊になって200曲入りボリュームたっぷりで、サイズは A4 の半分の A5 サイズということでですね、すごいコンパクトになっているということで、まずこれがハンディ版ボリューム1で、ソングブック3と4の2冊が、このピンク色の方にドーンと収納されます。こっちも200曲で、A5 サイズのハンディサイズ、こっちはボリューム2ですね。これの予約がスタートになっております。 Amazon とかもいろんな書店さん、楽器店さんで、もう予約できるようになってますので、あ、皆さん持ってる方は同じですけど、内容はただちっちゃくて持ち運びがいいっていうのと、すごく開きやすいんですよ。グッとこうページを開いたままになる特殊製本でなっておりますので、ぜひこれもぜひチェックしてみてください。概要欄に詳細貼っておきます。あとガズレレではガズレシピというですね、楽譜を見れるアプリがあるんですよ。はい、これめちゃくちゃいいですよ。これ結構ね、ご活用いただいている方が多くても、どん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 楽譜も追加されております。皆さんアプリとかを探すところでね、アップストアとかそのところみたいなアプリのところでガズレシピって検索して、ダウンロードは無料ですんで、はい、中でお金を払うといっぱい楽譜がゲットできるというね、1曲からも買える、セットでも買えるというすごくいい方法になっております。あとはですね、ガズレレグッズいろいろ販売しております。こういうところに挟まってる水引きだとか、このストラップだとか、キャップとか T シャツとか、もうね、お楽しいグッズたくさんありますからね。このホームページのこのねバナーが目印なんですけど、まあ、概要欄にもリンク貼っておくんで、そっちもご覧になってください。あと他にもいろんな情報があるんですけど、このガズレレ公式ホームページを見ていただくとやっぱりすごくね、いいなと思います。最新情報とか、どんなウクレレがあるのかっていうラインナップも紹介されてますし、あとガズさん毎日ブログを書いていたりとかですね、とにかくすごく内容満載な公式ホームページだから、この公式ホームページとガズレレ YouTube チャンネルを交互にこう使っていただくとすごくいいかなというふうに思います。あっちからこっちから音楽楽しんでまいりましょう。それでは本日のレッスンはこれにて終了です。バイバイ。